どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちら雪の下石化ですね、使っていこうと思います。このキャラさ、別に星を紡ぐ精霊の当たりキャラでも何でもなかったんだけど、今回の強化で星6最強クラスのキャラになりました。これ持っていればマジ勝ちというレベルのキャラクターで、まあ、スキブ2個に15ターン変身で2ターン変身のキャラです。変身後封印2つ、回復努力を4つ、浮遊無股間実況2つ、操作負荷持ってます。はい。浮遊無股間実況2つということで、編成によっては火力枠になるので、例えば夏ル枠とかですね、夏ル編成とかにおいては火力枠かつ回復努力としてね、使えるすごい優秀なキャラなんですけども、今日は石化をですね、普通に運用していこうと思います。正面一番の使い道でね、強いところは夏ルなんですけど、ちょっと今日はね、石化メインということで、あの編成で使っていこうと思います。スキルがね、4ターンダメージ軽減、1ターン回復と指の攻撃力が2、カビとカッパッパッ。で、せっかくスキルなんだけど、4ターンダメージ軽減、1ターン回復力と指が 2.5 倍になっております。はい。軽減ループできるだけでも強いのにさ、指延長回復減発あるとか、クソ強いに決まってんだろうということで、今日はせっかくね、サブで使っていこうと思います。編成こんな感じです。グランエルブ、毒目覚め耐性にショーテル継承です。もうグランエルブに毒目覚めついてるということはレベル15ですね。ショーテルで火力枠武器です。で、これは 2way 2個持ち武器かつね、キラー持ってるコピスとか、ショーテルとか、そこら辺がおすすめ。まあ、持ってなければツバヤハンダーとか、そこら辺でも全然いいです。はい。で、カリドラ、浮遊上限解放にアシスト 2way 武器ですね。これもね、コピスが強いんでコピスつけてあげてます。からのカリドラ、浮遊上限解放に、こちら、2way 2個持ち武器で OK ですが、水ラビリルがお邪魔耐性プラスあって、この遠征地味にお邪魔耐性ないんで、すごい最強です。イナ、スキブ、消せない回復潜在に、こちら闇当てな武器で、暗闇耐性と、あとは遅延、そして泥鏡で使っていきます。からの、雪の下、遅延6つに、こちら赤もトルムつけて、バインド、L 字、スキブ、チーム HP、すべて強い、指延長まで強いです。ラストフレンド、グランエルブ、遅延6個に、ロシュ武器、スキルマ継承って感じになっております。今日はこちらのグランエルブ編成を使って、レベル15やっていこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていこうと思います。はい、BGM ミスター。完全にミスター。1階層からやっていきましょう。まずは、アテナ武器撃ちます。はい。で、からの、石化変身。カリドラ。カリドラ。で、1コンボ3回いきます。はい。完全に BGM ミスってる。一応、レベル15ではあるんやけどね。ポップな感じの壇上になってますね。はい、1コンボ、1コンボ。OK。で、そしたら、リーダー側のグランエルブだけ変身して殴っていきましょう。フレンド側変身しません。まあ、なんでもいいんで、好きなスキル打ってあげて。よいしょ。ここはもう 2way 祭りよ。で、石化はね、さすがにね、この武器をつけてあげないと火力にならないので、石化で火力出したい場合は、さすがに 2way 2個持ち武器欲しいんですが、まあ、正直そこまでの火力は出ない。まあ、今ので大体まだから、7億8億くらいまでが限界って感じなんで、めちゃくちゃは出ないですね。そこはしゃあない。2階層です。フレンドのグランエルブ打ちましょう。はい、フレンドグランエルブ打ってあげて、遅延クラウンで1コンボで耐久していきます。はい。まあ、どうせワンパンできるんで、残り1で適当に殴りましょう。で、まあ、ここら辺でじゃあ行きましょうか。まあ、カリドラ打ちましょう。んで、2way 組んでいきます。4月クエストも多分もうこの動画とあと何回かやったらもう多分やらないんですよね。結局もうグランエルブが強すぎて、そう、もうなんかグランエルブでいいじゃんとか、あとカリンドラゴン強すぎてカリンドラゴンでいいじゃんってなっちゃったんで、結構解決しちゃったんだよな。カリドラ編成とかすごいおすすめなんで、もう組める場合はもうほぼ負けなくなってるかなと思います。はい、3回そうカリドラ、カリドラ打ってあげて石化打ちます。はい、そしたらもうこのまま突破していくだけですね。でさ、ここを、例えばさ、なんて言うんだろう、この階層でもしイナを撃っちゃってて、次の階層で指延長スキルがないと。そんな状況でペルセポナの指現象を食らったりしたらやばいじゃないですか。っていう時にも、このセッカの指延長スキルが使えたりとか、あとはイナの指延長スキルも使えたりするので、あ、そういう点がすごい強いって言おうと思ったら、点が来ました。どうしよう。グランエルブ空打ちしてから、いや、1コンボ組んでから倒そう。どっちみちフレンドのさ、グランエルブのアシスト上げたいんで、1コンボ組みまくってあげて、イナ打ちましょう。石化打ちましょう。はい、もうここはサクッと倒していきます。そういや、グランエルブって何コンボ加算？リダフレで6コンボ加算だよね。グランエルブ使うのなんか久々なんだけど、なんでだろう。わかった。編成難易度が高いから使わなかったからだ、最近。懐かしのグランエルブや。5階層。ここはロシブキ貯めたら突破していくんですけども、溜まってるんでカリドラで破壊していくだけです。ぶん殴っていこう、マジで。
グランエルブの序盤なんて最強なんで、いやてか序盤っていうかまあ後半まで最強なんで、破壊を狙っ、これね闇ドロップがない場合はね落ち込んで呼ぶ必要があります。でまあこれをね避けるためにはできるだけ盤面整理をちゃんとしていく必要があるし、まあ、ちなみにこの階層は全然欠損しても大丈夫です。はい、だから実際ねこういうね何欠損結構あるんすよ。そう、ただまあこれはあくまでマシンドアだからですね。はい、こんな感じで耐久できます。はい、そしたらここも2ウェイで殴っていきましょう。普通に2パンしようと思ってたのに。マシンドアはね全然欠損しても大丈夫で、セッカとイナが回復努力を持ってるのでこんな感じで350万とか回復します。アホです完全に、これアホの回復力してますマジで。イナ打っちゃいましょう。これは本当にこの回復力はねアホですね。これ完全にこんなに回復いらないっす。ただまあ回復ジャック食らってる時とかでも確実に返せるので、回復力って高くて困ること絶対にないんですよ。 HP 回復力ってどれだけあっても絶対にお得なのね。この編成にも同じことが言えて、そうあればあるほど強いです。はい、でセッカループ焦れないように倒していきます。カリドラからのセッカ打って突破していきましょう。フレンド側のロシャも溜まってるのでこのまま突破するだけで OK です。よいしょ。さあこれで常に回復ドロップはちゃんと消しておくことを推奨しておきます。まあてかどのドロップもですね欠損しないためには一応意識しておきましょう。ただまあ言うてグランエルブ欠損したとしても、まあ、軽減ループある、セッカの軽減ループあるので120、30万ぐらいまでは普通に耐えれるので、まあ、実は意外と欠損しても何とかなります。あとセッカ創作家体制持ってるのめっちゃ偉いっす。封印2個持ってるのも偉いんだけど、創作家2個持ってるの結構偉いっすね。これこのね創作家体制、創作家1個ね、ごめん創作家1個ね、2個って言った今俺、創作家体制持ってくれてるのは地味に偉い。まあまあグランエルブ編成の場合はグランエルブとカリドラとでまあ 80% 基本的に埋まるので大丈夫なんですが、うん、ただめっちゃ偉いですね。で7階層です。ああこの人は1ターン待ちます。はい、1ターン待ってあげて軽減ダメージ無効化アンツの人なんで1ターン待ってあげてからカリドラ打ってワンパンしていきましょう。セッカループの安心感やべえな。もう絶対負けんやん。てかまあ、ね、今の環境最強リーダーってね、まあ実際ウルトナとかあると思うんだけど、まあ正月フェルルが一番強いと思うのね、今、正直。まあただ実際、なんて言うんだろう。このグランエルブっていうのは、これから新男女において、まあ多分環境上位になるんじゃないかなと思ってる。その中でセッカとミズアテンっていうのは、かなり頻繁に編成に入ってくる機会も増えるんじゃないかなと思います。こいつら、実際マジ強いからな。で、ここカリドラ打ちましょう。本当に完璧にセッカを扱える人だったら、なんだろう、もはや、その、あれもできると思うんだよね。もうロック解除なしみたいなのもできると思います、実際。間違えた、ごめん。学園イナなしとかもできると思う。本当にスキル管理がうまかったら、学園イナなくてもセッカだけでゴロしたりできると思うんですけど、さすがに安定しないと思うんで、一応必須しようかな。さすがに学園イナは1枚入れといた方が強いと思う。はい、で、ヌトウ、ここはイナ合わして、しっかり殴りましょう。でもあれなんだよね。さっきの階層で盤面6解除しとけばよかった。めっちゃ今後悔してる。最悪、めっちゃ後悔してます、今。どこかしらで返そう。で、グランエルブ溜まっちゃうんで、空打ちです。溜めちゃうぐらいなら全然空打ちでいいんで。はい。次ぐらいで解除したいね。6解除。OK、これで突破していきます。さあ、続きまして、10階層。ここナイス。ここで解除しようか。水のエル含む黄闇の 2way 含んでいきましょう。はい、今回セッカに6解除積んでるのでセッカ利用して6解除していきます。よいしょ。この編成毒耐性のみないので毒だけ盤面に作られるって感じですね。それ以外は全対策です。はい、そうですね、毒だけないですね。毒エル操作負荷雲L 字暗闇お邪魔、そうですね、毒だけないですね。はい、でこれでワンパンしていきましょう。さあ11階層です。ここもしっかりセッカの軽減生かしておけば負けることはないので、ひたすらセッカの軽減を生かして殴り続けます。はい、半分字ですらね一切影響受けませんのでこれで殴っていきましょう。はい、セッカの軽減ループさえ忘れなければ何でも OK。 12コンボ13、14、15、もうこれ半分までいくんじゃない、多分絶対いくっしょこんな。はい、ナイス。
でこれ半分まで削ってあげたら石化打って回復1コモ組めます。はい。で石化の軽減ループがあるおかげでこのサリアの割合攻撃もしっかり耐久できます。はい、こんな感じ。そしたらイナ打ってあげて突破です。よいしょよいしょよいしょ。あっ、ババ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 、焦ったわ。敵がセリカでよかった、マジで。あ、セリカじゃない、もう俺なんでもありやん。サリアでよかった。あぶねえ。サリアはちなみにね、あの割合しか飛んでこないので、あ、まあ、あのこの2ターン後に発狂があるんですけど、基本的に割合しか来ないので、まあ、 あの万が一パズルミスしても大丈夫なんですけど、あの結構ここからはね、パズルミスするとまずい回数増えてくるので、ちょ、パズルミスここまでにしてください。ゆうころさん聞いてますか、あなたに言ってるんですよ。はい、突破していきましょう。さっきからグダってる階層全部パズルミスってやべえな。サムライトロールはね、トロールだからね、ぶん殴っていいよ。こいつトロールだから。なんか指現象してくんだよな。次イナ打てるから最高じゃん。え、待って、セッカ打てるから最高じゃん。は？おい、セッカ打てるの最高すぎんか、これ。この動画で強いって言ってたポイントを回収できるんだけど、熱い。はい、これでしっかりとスウェイ含んでいきます。ちょ、見ててみんな、いくよ。まず14コンボ殴り。ほら、いいね。で、カラーの、石化打ったら指現象返せます。強い。これよ、これ。え、もうイナ打たないからな、俺。ここでイナ打ったらイナでよくなくなるから。もうイナ打たない。実際こんな感じでイナ打たなくてもゆっくりパズルできます。強すぎ。最強。ぶっ壊れ。あとカリドラ打とうぜ。あ、これ一段耐久してからカリドラね。はい。ちょ、盤面見てないって。イナ打つわ。指短いし、普通に指短いからイナ打つ。指短いよ。よし、水闇くんで耐久。確かここね、1ターン普通に耐久できたはず。昔レシート書いてた俺の記憶があるんだけど、ここは1ターン耐久って書いた気がする。イエー、カリドラ打ちましょう。ワンパンし、うん、ツーパンしていきます。はい。結構ここら辺からもう本当にふざけずやっていきましょう。全然レベル15ってね、序盤めっちゃ簡単なんで、序盤ふざけてもらっていいんですけど、ここら辺からはちゃんとやっていきましょう。特に発狂調整ですね。あの、正直もう、グライルブ使う場合に関しては、攻撃で負けることはほぼほぼないので、とにかく発狂調整だけ意識しておけばいいかなと思います。で、ここも、石化が次溜まるんで、石化打ちましょう。で、言いたいんだけど、ここ一応、一応リスク回避するなら、ここあんま石化打ちたくないんで、ここはまあ、イナに仕事してもらおうかな。あのデブメタがまだ来てないんで、何も考えずにスキルループ狙うとあれなんですよね、ちょっとまずくて。ここ突破時に軽減ループ剥がされちゃうんで、あー、どうだろう、すごい絶妙な削り。いいな、打ちます。え、でもやっぱセッカー打っとかないと怖いな。それこそ怖いな。いや、次打とう。で、これちょっと水の粒外します。闇の杖だけで削りましょう。ここは理由も単純に、あのコウモリが押し寄せてくるんですよ、こいつら。だから1ターン待ってあげてから、で、ここで石化打ちましょうか。じゃあカリドラからの石化打ちます。なんか俺の直感、次デブメタ来そうなんですよね。直感ってでもさ、なんか信じれるよね。一番他人に次デブメタ来ますよっつっても俺 100% 信用しないんだけど、自分が思うんだったら来そうな気がするから、これで13コンボ組みます。大丈夫、たまんない。ラグ回収早っ。全部溜まってるけど。14回想デブー、ほら、え、しかも BGM 全然合ってないし、今黙って気づいたけど、自分が黙ったことによって気づいた BGM レベル15と合ってなさすぎでしょ。はい、まあ、これも石化の力で瞬殺で回復からの瞬殺で削り。そんなことある？あとこれ HP 調整合ってるか怖いんだけど、めっちゃ。ウェイ、ナイス。イナ打ちます。怖っ。いや、怖っ。ちょ、まだ怖いわ。何なんだろうね、ほんと。男って直感、いや、男ってこと関係ない。直感ってなんか当たるよね。怖でも。
適当になんか次来そうだからせっ本当に危ないね。せっか打っててよかった。そう、あのさ、軽減ループ途切れちゃうじゃないですか、前に突破時に。すごいそれが嫌でせっか打つか迷ったんですけど、余計なことしなくてよかったですね。で、ここまで来たら、モリダのグランエルブは温存しましょう。理由があって、次の階層じゃなくて18階層において、若干エンハンス返して使えるので、まあ温存してていいかなって感じです。ちょ、お前指短っ。せっか打ちたいな、これ。せっか打たなきゃやばい。OKOKOK 。で、これ、ほら、こういう時、俺の言ったことわかる？イナが打てないけど指現象あるっていうタイミングで、イナだけじゃなくてセッカでも指返せるんだよね。これが実際マジ強くねって話なのよ。もちろんさ、ね、ターン調整完璧にできるんだったらイナ1枚でいいんだけど、意外とさ、グランエルブとか使ったらさ、ターン調整って難しいやんね。なんか別にね、耐久しなきゃターン調整できないとかも結構多いじゃん。でもセッカがあればそこゴリ押したりするから結構ありがたい。で、16はカリザラ使って殴るだけです。ここ発狂が 1% でしかも HP 戻るだけなんで、あんまり気にする人ないですね。はい、1コンボ組んで耐久、ここはまあ普通に耐久してから殴っていきましょう。ルーレット先生のおかげでここから欠損しないのですごくありがたいです、これ本当に。はい、カリザラ打ちましょう。お、指現象やめろ。わ、変な消し方になった。ここも狩り皿打って削っていきます。とにかくこの遠征火力が高いので、こんな感じ。おう、ちょっとこれ1ターン待ちましょうか。ちょっとなんか削りが怪しいから、どうなんすか。怖すぎマジで。おい、ガチで危ないって。お前ら絶対ここ4パンしろよ。絶対4ターン以内突破な。じゃあ3ターン以内突破な、普通に。もうロックがダリーとか関係ねえから3ターン以内絶対倒せよ、マジで。ゴミですよ、これ本当に。こいつ下手すぎパズドラ、危なすぎる。はい、で、ここはもうイナ使ってぶん殴っていきましょう。待って、まさかシェヘラザードドラゴンでこんな時間を使う、こんな時間使うと思わんかったんけど、シェヘラザードドラゴンで。待って、最悪。もっと早くクリアするつもりだったのに。え、待って、軽減ループ打ち忘れてない？あ、まあいいや、別に。これはいいわ。そんな関係ないし。え、てか待って。ねえ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 、ってことはさ、はっ？せっか打ったらさ、これさ、そういうことやんね。これせっか打つじゃん。まあ、半分じゃ軽減ループ消されちゃいますけど、せっか打つとこれ、回帰力現象も消せるんでしょう。はっ、強っ。え、これ消せんのやばくない？グランエルブって回帰力現象さ、消せんやん。ねえ、だって、今ないから。普通に消せるんだけど。え、バカ強くねこれ。ポイント高すぎだろ、普通に。やば。ん？発狂怖いぞ。まだ1ターンひよるべきなんだよ。うんうん。あえて平積み1ターン。まあ、石化ための意味も含めてね。いえ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 、よよよ。耐久だぜ。そこにキー振ってきてツーウェイとかマジやめてな。怖っ。倒すか。オッケー、倒そう。行くぜ。カリダラ打ちます。でもこれリーダーグランエルブ打っちゃいましょう。次の改札先生ないよね、確か。なんかめっちゃなかった記憶があるんだけど、あったかな。あったんだったらいいな、打てばよかったな。これで13号も決めます。14、15。さあ、これでワンパンしていきま、うん、ワンパンじゃない、突破していきましょう。 OK、 続きまして18階層シバドラ。え、なかったはず、シバドラは多分。ないよね、そうだよね。 OKOKOK。
で、カリドラからの石火打って上げてぶん殴っていきます。で、一応その盤面ロックをたまにしてくるので、そこだけ注意って感じかな。そのタイミングでイナの時危ないので注意です。どれぐらいですかね。ちょっと一発でフラグ回収しそうになるのやめて。いい、セーフ。じゃあさら殴っていきましょう。火力はどんなもんなんだろう。全然関係なく出てるね、普通に。問題なさそう、若干のハンスは。てかこれさ、フレンドのロシで空打ちしてあげればさ、ここで若干エンハンス消せるやん。めっちゃ強くね。これで消そうぜ。あ、まあいいか。いや普通に消すんだったらあれだったわ。まあいやいや、カリドラ打ってるタイミングに消せばね、あれがあったからよかったけど、まあ、いいかいいか。でこれで半分まで持っていこう。7.9倍。めっちゃ軽く出そう。大丈夫かな。ワンパンは無理？怖っこれ。まあ待つか、さすがに怖っ。めっちゃ削れそうやからやめとこう。まあ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 、まあ、そうですね、まあそうなんですよ。結構削れるんで本当にもうグランエルブ打って、なんならまあ2ウェイ組んでればもう絶対倒せてたと。わざわざひよって水三消しで調整しようとした結果、発狂踏んで負けたと。なるほど。まああれですね、普通にもう黙って2ウェイ組んどけばワンパンできたし、グランエルブ打っても当然ワンパンできたんで、まあそれでいいかなと思います。はい。でまあそうですね、読みドラに関してですね、もうこの遠征で負ける要素が一個もなくて、ボスはもう完全に18階層です。芝ドラネプダラオルドラ階層ですねの発狂、てか芝ドラネプダラオルドラじゃなくて、クソもんね、発狂踏むか踏まないかだけがボス階層なんで、クソゲだけマジで頑張ってください。もうマジでしょうもないんですよ。今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。